Too many days in the darkness without a glimpse of the light。ドンピです。今日はですね、サバティカルアルニカをゲットしましたので、タイムアタック設営動画となります。サーカス TC この前やったら15分48秒だったんですけど、今回初めてなんですよね。ギリアのちょっと大きい版がアルニカなんですよね。ギリアと同じぐらいな感じで設営できればいいんじゃないかなという目標を15分でやってみたいと思います。それでは早速いきたいと思います。始め。開封も兼ねてなんで、ほんと新品なんですよね。で、勉強してないんですよ、撮影のやり方。だからもう経験と勘で。まあ、大体まずはね、ポールから。ギリアと違ってアルニカはフルメッシュで涼しくできるんですよね。それが魅力的でアルニカにしました。ギリアの一回りでかいですね。これがおそらく4つあると思います。それをまず、次にポールが4本ありますと、シルバーのが2本と真っ黒が2本あるじゃないですか。これが中央だと思う。ポイントを引っ張るんじゃなくて押すことです。これを通したらここにはめていくだけなんですよ。これこの色でここに合わせる感じです。そうやってこれで多分合ってると思います。やっぱホールは全然ギリアより長いですね。OK。 今何分か。12。よし。今15分56分。マジ？ちょっと緩いけどね、これでいいか。まだホール2本あるよ。これもね、じゃああとはインナーを。20分経過。22分30秒です。よしよしよし、オッケー、終わり。ティナさん、忘れてますよ、これ、うん、これこっちつけるの忘れてますよ。すいません。オッケー。24分21秒でした。という結果になりました。これね、本当はここでガイロープつけるともうちょっとピンとなります。今日はちょっと省略させていただいております。パチ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 。うわー、すげー、広い、広い。僕がやりたかったのはメッシュという感じ。
昼メッシュにできると、ここも。ここもできるということで、夏はとても涼しく快適に過ごせるじゃないかと思います。フルメッシュスタイルがこんな感じです。絶対快適ですよ、これ。で、中も、まあ、広いじゃん。3人。大人さんぐらいはいけるね、これね。で、ここはですね、ここに、これがあるんです。ここにコール立てればこういう感じにできるということで、結果25分ギリギリ切れた、まあ、2回目になればまあ20分切れるかなぐらいですね。移動本数が多いんでそれなりに時間かかっちゃいます。ただやっぱタープ張らなくても1台で出ちゃうんで、ここはちょっと魅力的なんじゃないか、あとかっこいいですね。ということで以上です。最後までありがとうございました。